シタビラメを使った古典料理ソウルボンファムを作っていきます。現在では見かけることのなくなった料理ですが、この中にはフランス料理の基礎がたくさん詰まっています。濃厚なソースをかけてオーブンで焼き上げます。シャンピニオントゥルネを添えて、ボナペティ。